はい、本日はですね、海外ではだいぶ前にこう発表されていたものを本日ようやく入手できましたので、そちらの方のお話ししていきたいと思います。そちらなんですけど、まあ、あのゼンハイザーの MKE200 っていうコンパクトながらにもとっても音質のいい神マイクありましたね。でそちらの兄貴分になります、こちらですね、ゼンハイザーの MKE400 というマイクになります。であのこちらが本日届きましたので、まあ、あの簡単に試しで使用してきてみたので、この後ですねぜひご覧ください。はい、あのマイクですね、 MK400 の方を試しに持って少しお散歩してきてみたんですけど、まあ、あのその前になんですが、先日入手しましたソニーの α7 Mk4 α7-4 ですね、こちらのスキンシールですね貼ってみましたのでお披露目したく思います。このようにですね、あのカーボン調のシート、こう光の加減で分かりますかね。であとこちら、スモールリーグさんの限定版のケージもついておりまして、こちらもまた別口に動画を作っておりますので、そのうちアップしたいと思います。はい、このように貼るのはちょっと難しかったんですけど、貼った後はですね、このようなカーボン調、まああの結構カーボン調好きな人多いと思うんですけど、まさしくこのカーボンっぽいよねっていう感じになっております。ちょっとこの辺まだ空気が残っちゃってたりとかして、空気残るとこういうふうにボコボコとなるんですね。これがちょっと甘かったりもするんですけど、このように満足感の高い、よいしょ、デザインになります。それではこの後にですね、あの MKE400 を持ってお散歩行ってみたので、その時の音声まずご覧ください。はい、それではですね、こちらゼンハイザーの MK400M2 ですね。 M2 というのは正式名称かどうかわからないんですけど、こちらが本日届きましたので、早速装着して試していってみたいと思います。はい、それでは装着してみました。音の聞こえ方とかはいかがでしょうか。本日からですね、その収録の方が α7-4 ですね、そちらを使用して収録しております。見え方とかこのブルホスやアクティブとか結構聞き方が違うと思うので、家帰ってからこう現像してみるのが、現像じゃない、編集してみるのがちょっと楽しみです。はい、この環境音がですね、どのように聞こえてるかなっていうテストをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、こちらゼンハイザーの MKE400 なんですけど、一つ前 の、 MKE400 を以前使ってたことがあるんですが、このやっぱり電源がですね、オンオフできないっていうのが結構、オンオフできないじゃない、オンオフが自動じゃないっていうのが結構ダメで、使用しようとした時にバッテリーが切れてたりとか多かったんですね。それが、まあ、今回は勝手にこう電源のオンオフしてくれるっていうのがとってもいいですね。これで、ちょっと音質っていうのもこう向けた時、まあ、指向性がどれぐらい強いかとかっていうのもまた帰宅した後試して聞いてみたいと思います。今結構ここ風が強いんで、風切り音とかはどうかなと思います。これ今ゼンハイザーの MK400 ですね。ここまで一回抜いてマイク、カメラのマイクにしてみたいと思います。はい、今 α7-4 のマイクですね。風切り音はどうでしょうか。ソニーのミラーレスはマイクいいなって最近思ってるんですけど、これがどれぐらい違うのかなって楽しみです。はい、では、こちら MK400 の音質とかいかがでしたでしょうか。ちょっとですね、前半の部分、家に帰ってみて編集してみたと気がついたんですけど、おそらくこう端子の接触不良かなんか、最初のですね、すり合わせがうまくいってなかったみたいな感じで少しノイズが入っちゃってたんですけど、まあ、声とかの聞こえ方っていうのはとってもやっぱりいいですね。で、ざっとなんですけど、開封の動画みたいな感じを撮影しまして、その後にですね、MKE200 とのちょっと比較してみたいと思います。それの比較の内容っていうやつがなんですが、 MKE200 って交流電源というか、その USB とかですね、電源を供給しながら使用しますとノイズが入ってしまいまして、それがまあ割とネックだったりしました。そちらの感じっていうのがどのようになってるのかっていうのを試していってみたいと思います。はい、まずはなんですが、開封の方ですね、していってみたいと思います。このように箱がありまして、はい、ちょっともう開封はしちゃってるんですけど、このようにですねマイクが入っておりました。で、手前にこのような紙でこう押さえつけてありましたね。で、付属品としましては、まずこの説明書関係、開封してないんですけど、このように入っています。はい、それと各ケーブル類、
あとマイクのポーチですね、こちらにいろいろしまうことがまとめてしまうことができます。はい、あと通称こうモフモフと言われるウィンドジャマーになりますね。はい、ただこちらなんですけど、その MKE200 を使用している時に思ったんですが、意外とその風切り音っていうのは入りにくいマイクなんですよ。なのでこちら持って使用していくことにとても意味はあると思うんですけど、あんまりそのよほど強い風じゃない限り気にしなくても大丈夫なんじゃないかなって思いましたよね。はい、それではですね、こちらボディになります。このような感じですね。まあ、ボディの方はまあちょっとこう太くはありますけど、普通のガンマイクになっております。でこちら MKE400 としては2代目でして、初代の方は細身のですねガンマイクにスポンジのカバーがついたタイプのものがありました。でそちら私以前使用してたんですけど、まあとある理由からちょっとそちらの方は処分しちゃったんですね。でもそのとある理由っていうのはこのマイクは解消されておりまして、まあ、そちらがその電源の管理というところなんですよ。こちらですね、こちらの電源の入れ方なんですけど、スイッチでこうカチッとオンオフではなく、本体のカメラ本体のですね電源に連動してくれるんです。なので使用してない時はそのカメラの電源をオフにすることによって、こちらも自動的に電源がオフになり、オンにすると自動的に電源が入ってくれるんですね。この機能とっても便利だと思います。はい、こちらですね、マイクの本体の機能としましては、こちらにゲインの調整、まあ音量の調整ですね、そちらとこれにローカットノイズの調整の、スイッチがあります。で反対側にこちらモニタリング用のヘッドフォンのジャックですね、イヤホンヘッドフォンのジャックとそれのボリュームになってますね。このようにですね、とっても使いやすい構成になってます。で電源の方はカメラからの供給ではなく、こちらにこう開けると、よいしょ、はい、単イオン電池がこのように2本入るようになってますね。もう入ってしまってますけど、こちらもですね、その送られてきた時に箱の中にこの単イオン電池が2本入ってましたね。そちらをそのまま使用しております。こちらその MKE200 もそうだったんですが、このこちらがコードのですね接続部分になっておりまして、こちらが脱落しないようにこうネジ止めできるようになってます。でこのネジ止めできるようになってるのをこう差し込みまして、しっかり根元まで入れた後に、まあしっかりと噛み込まないようにネジを回していきますと、こう固定した後不用意に抜けないようになってますね。これが MKE200 もそうなんですが、とってもしっかりとした親切な設計だと思います。はい、並べてみようと思いまして、こちらが MKE200 になります。はい、それでこちらが MKE400 になります。まあ、方向としてはこちらこのような感じ、向きとしては同じですね。こう上下に並べてみますと、まあ、大体2倍ぐらいの長さで、高さはそんなに変わらずという感じなんですが、やはりこの機械の部分ですね、これがある分大きくなっております。はい、それで MKE というものに限って言うと200と400と600とありまして、まあ600だけこちらですね、この辺ちょっと全く大きさが違うものになってます。でまたこの XLR 端子というものになっていて、まあ少しこうグレードの違うマイクと言ったらいいのかな、これはやっぱりだいぶ上位のマイクになると思いますね。で使用してみるとやっぱりこうとっても音、抜けてる方の音だけを綺麗に拾ってくれるなっていうのが感想でして、それが MKE400 この3台の中でどれぐらいしっかりとこう指向性を保ってくれるのかなっていうのが楽しみです。はい、ちょっと今3台も持っててなかなか見せにくかったので下ろしたんですが、この MK400 ですね、指向性とかのテストっていうのも今後していきたいと思ってます。で音質とかに関してはもうやっぱり先ほど収録してきた動画の音で聞いてみた感じではもうとっても良かったですね。でこの後ちょっと接触のところとか気をつけて室内でテストしてみようと思うので、まあこの後交換していってみますね。で今はスモールリーグのですねマイクがついているんですけど、そちらをまず MKE200 に交換してみて、で最初に一番気になるノイズのテストをちょっとしてみたいと思います。はい、今マイクをですね MKE200 の方に交換してみました。でこのままですね、こちら外部のこちらはですねコンセントから USB Type-C になっている充電器に接続されているコードになります。でこちらを本体のですね USB Type-C、 今 α7C を使ってるんですけど、そちらに給電してみたいと思います。でいつもですとこの後このままノイズが入ります。それをちょっと聞いてみてください。ちょっと耳障りかもしれないんですけど、
い、いかがですかね、このノイズ入ってますかね。ZV-E10 の時はバッチリ入っていたんですけど、 α7C では試してないのでどうなのかなって感じなんですが、おそらく入ってるかと思います。では外します。よいしょ。はい、今ノイズは収まりましたでしょうか。まあ、ちょっとメーター音量メーターを見てたんですけど、やはりこう USB Type-C 刺さってる時は触れていたので、おそらくノイズが入っていたんじゃないかなというふうに想像しております。それではですね、この後 MKE400 に変えてみたいと思います。はい、それでは今は、MKE400 の方にマイクを変更してみました。まあ、こちら音の聞こえ方とかいかがでしょうか。で、この後同じようにこの外部電源ですね、接続してみたいと思うので、ノイズが入るかどうかのテストをしてみたいと思います。はい、ただいま USB Type-C このようによいしょ刺さっておりまして、ノイズの方はいかがでしょうか。オーディオメーターを見る限りは触れていないので、まあ、ノイズ入っていないんじゃないかなっていうふうに期待しております。これノイズが入らないでいてくれれば本当に万能なマイクになりますね。では、電源、外部電源ですね、抜いてみたいと思います。よいしょ。はい、ただいま外部電源抜きました。いかがでしょうか、音質の方に変化はありますでしょうか。まあ、このノイズっていうのが MKE200 最大にしてもうどうしようもない欠点だと私は思っていたので、これが解消されていたらとてもいいなと思います。はい、本日はですねこちら MKE200音と MKE200 の兄貴分 MKE400、 まあ Mark II になりますね。初代のやつも私所有しておりました。で、その時にやっぱりそのスイッチのオンオフっていうのをミスしてしまって、電池が切れてしまって使えないじゃないかってことがあって、まあ自分が悪いんですけど、まあそういう風なことがあったので、まあこう電池とかですね、バッテリーのいらない MKE200 などのこう電源不要のマイクっていうのを好んで使っておりましたが、今回の MKE400 に関しては単イオン電池2本とカメラに連動した電源の管理というところでとっても便利なんじゃないかなと想像しております。で、使ってみた感じとしても、その電源を使わないときはその手動でオフにすることもできるし、そのままオンに選択することもできるんですが、基本的にはボディ連動で全てこう設定してくれるのがとってもいいかなと思います。で、流れでこのままちょっとあれですね、ローカットフィルターですね、オンにしてみようと思います。はい、今変更してみました。音の聞こえ方とかいかがでしょうか。まあ、ちょっと軽い音質になるんじゃないかなっていうふうに想像しております。やはりローカット、下の部分がこうカットされているので、重点、まあ、低い音っていうのが入らなくなると思うんですね。そうなってくると、その声とかは聞こえやすいかもしれないんですけど、自然じゃなくなっちゃうのかなっていうふうに想像しております。ではまたちょっとローカットフィルターの方ですね、オフにしてみたいと思います。はい、ただいまローカットフィルターの方をオフにしまして、普通の音声となっております。はい、こちらですね、 MKE400 本日届きまして、早速使用してみまして、あ、こんな感じのマイクだよっていうのを本日収録してみました。まあ、MKE200 のノイズとかっていうのが後で編集してみて消えてればいいなと思いながら今収録しております。はい、このようにですね、こちらのチャンネルではこのように動画ですね、動画関係、写真関係、まあ、最近はそのアルファ機、ソニーのアルファ機にこう切り替えつつあるんですけど、ルミックスシリーズとかっていうのも使用しております。あとオールドレンズが大好きでして、そちらの方のこう収録とかっていうのも今後していきたいと思いますので、ぜひぜひ一緒に楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンぜひいただければと思います。あとコメント等で気軽に私にコミュニケーションいただけると嬉しく思いますので、お待ちしております。はい、それではありがとうございます。失礼いたします。このネジが今ちょっと緩んでるのかな、緩んでないのかなっていうのをちょっと手元で不安になったんですけど、さっきの音ぶれてなきゃいいなと思います。それでは失礼します。